キラバンツ北九州を応援するチャンネル、キラバンチューブ始まりました。やりました。第12節アウェーで栃木 SC 見事2対1で逆転勝利、今季2勝目です。おめでとうございます。スーパーゴールが2つも出ましたね。1点先制されて、結構雨が降ってたみたいで結構滑りやすいで、なんかねパスとかもちょっとやりにくそうな感じでしたけど、前半25分に、まあ、これもねちょっと問題になるのかなと、ジャッジメントリプレイで取り上げてくれたらちょっと嬉しいですね。あれが本当はファールだったのかどうか。まあ、前半1対0で折り返しまして、でそして後半14分、長野選手がドリブルで切り込んで、まあ、ゴール前でいいところでファールをもらって、でまあこの位置はもう高橋選手がフリーキックを蹴るだろうと思い、まあ、向こうも絶対その対策はしてたと思うんですけどね。まあその上を行きましたね。見事スーパーゴールを決めてくれました。まあ、それで1対1同点。まあ、そして今試合は途中出場が当たったかなと思います。まあ、今までずっと先発で出てた富山選手が今季初のベンチで、もう後半もう終わり頃、残り10分ぐらいで出てきたのかな、多分。まあ、富山選手と、あと久しぶりに佐藤選手が2枚変わって、後半50分、ワンタッチ、振り向きざまゴール。1点目も2点目も本当素晴らしいシュートでしたね。これは今節のベストゴールにノミネートされるんじゃないでしょうか。逆転ゴールは、やっぱり左サイドバックの永田選手が、からのもう縦パスが本当に良かったと思います。まあ、そしてそれを、小野沢選手が、まあ、結構フリーな感じだったので、一回持つかな、ワンタッチしてあげるかなと思いましたけど、まああそこもダイレクトでセンタリングをして、まあ、そしてそこにも富山選手がいい感じで入りましたね。まああのゴールは本当、まあフォワードらしい感覚で蹴ったみたいなゴールでしょうね。まあ、ゴールを背にしてましたから、あの振り向きざまは、いや素晴らしかった。もうそっからはもうね、あと1分、試合も残り時間1分ぐらいだったのに、もう見ているこっちはもう早く終われ早く終われと思ってましたけど、まあ、そして見事、ね、大逆転勝利を収めまして、いやー嬉しいですね。やりました、本当におめでとうございます。前回あげた動画で、ね、勝ち点3をお持ち帰りしてくださいという動画をあげたんですけど、見事その通りになりました。まあ、この勢いを持って、次節第13節はホームで V ファーレン長崎、バトルオブ九州というね、九州対決。まあ今長崎は、まあ今日も負けて今2連敗中なので、まあこっちは久しぶり7試合ぶりに勝って、まあ勢いもあると思うので、この勢いのまま、今度こそはホーム初勝利、お願いします。まあ、そして今回は、前節、松本山雅戦の後に、ちょっとチーム内でコロナが出てしまい、5人ほどね、なんか1人陽性者で4人が濃厚接触者。今回は栃木 SC には帯同してなかったらしいんですけど、観戦に行く人たちもしっかりコロナ対策をして、みんなで頑張っていきましょう。頑張れギラバンツ北九州。